それじゃあ今日は世界のコース遊んでいきましょう。私が作ったコース全て自由にタグ決めていいですよ。どういったタグにしようで最初はちょっと待って急多分あの左のこのトゲメット被ればいいんじゃないのね。っていうことはこの砲台の右側ギリギリでワンワンがいるもんな。どうしようどうしよう。あ、今見ました。ワンワンやられてるんですよね。だからねこの砲台ギリギリでパクやられた瞬間にジャンプ。おし来た。あちょっ長えなワンワン。よし次はワンワンに気をつけていきましょう。オッケーオッケー。でここ一番左怖い怖い。そしてあ、ゴールもね、いけると思ったんですけど、ブラックパックンいるよね。え、じゃあどうすんだ？なんかあるのかな？スターとかあればいいんですけど、やっぱなんもないよね。うわ、危なこれ一回回転ジャンプで様子見て、あ、パワーブロック出てきた！パワーブロック出てきました！だから、あのパワーブロックを使って、ブラックパックンを倒してゴールっていう感じかな？その前にワンワン倒したいよね。よし今よしよしこれでワンワンを倒せ。よし待って、もう一回ちょっとパウ出そう。もう一回パウ出してこのワンワンを倒せ。やったよしこれもう勝ち確、あ勝ち確って言い方おかしいか、もうゴール確定だよね。うりゃよしこれもう全員倒そう。もう全員のブラックパックン倒そう。完全にゴールできるようにね。よし来た。これはもうゴール確定ですね。それじゃあ今日は2コース目ドロールコースやっていきますか。クリア率 1.13% だったっけ、まあ、そんなに難しくないんですよ。ノイスクリームサンドイッチかっこトロール。よしそれじゃあ騙されますか。最初はこの四角の中でいいのかな。え、こっちに行くしかないよね。でどこだどこだ、最初はどこなんだ。あ、なんか土管ある。こんなの入れんのかな。ちょっと行ってみようか。おりゃ土管行けないのか。これ30コインはやっぱり。じゃあどうしよう。あ、こっちあんじゃん。こっちあんじゃん。こっち行けんじゃん。右に行ってね、ファイヤーフラワーが上がるってことはこの辺でこうか。あっしょっけわざわざ下に降りなくてもよかったね。そしてこのボムを使って、うん、右に行けるっていうことですね。なるほど。ちょっと待ってね。え、当たってよかった。あ、当たってよかったっぽい。もう一回当たろうか、うん、でチビになって次は、うわ分からん。え、どうすりゃいいんだろう。このハテナは、このハテナ何もないね。 P 一回押してみよっか。まあ押してみなきゃ。P 押して、ここジャンプ。そうそうそうこれで待っとけばいいんだ。よし、じゃあここで一旦待っておきますか。で、上に上がって、あ、下に降りなきゃいけないのね。あれ、なるほどね。 P が鳴り終わるまで、まあ、P が鳴り終わるまでって言い方合ってんのかな、まあ、P が鳴り終わるまでに左下にいたブラックパックンをね、パワーブロックで倒さないけんのか。いけ、よしよし、で次は、ちょっと待ってね。ちょっと待って、マジ怖いんだけど。まあ、左上って書いてるから、一応これしてみようか。で、このまま右に行く。これ右に行けないよね。これ右行ったら罠だよね、絶対。で、このまま右に行くでしょ。ちょっと言ってる意味全然意味わかんないけど。そして、これは、あ！さて、どうしよう。今ね、右下にトゲメットいるんですけど、あれ、取れないよね。あ、え、これ取らせてくれないよね、やっぱり。あらあらあら、あー、ここに置っとけばいいはず。そうで、かぶる。よっしゃ、来た来たー、やったね。次のステージに行けます。で、中間ポイントはもらえない。ちょっと待ってくれ。あ、ちょっ、え、あ、合ってんのこれ。どうすればいいんだろう。
え？ちょっと待ってよ。あ、戻ればいいだけなんだ。優しい。これ最初のステージでボム兵を左下に落とすってことかな。分かった分かった、そういうことか。ちょっとね難しかったけど、多分このファイヤーボールでこのブラックパックを倒しておいてね、そうそうそう、このボム兵をねこっちに連れてくればよかっただけなんだ。よし行ってくれボム兵、これで合ってるでしょ。よっ、すぐ右に行かないかボム兵を左に落としたらね、すぐね右に行かないけんやったね。またこっちに行けばいいのかな。行け、よし。そしたらね、まあ赤と青のスイッチが変わってるから、一旦チビになっておいて、これ右はね下に落ちるからダメでしょう。またこっちかな。右でいいじゃん右でいいじゃん。それじゃあ右の P スイッチ押していって、このドアに入ってみよっか。そしたら、うわ危なこれはどうすればいいんだ、左でいいのかな。それじゃあここすぐ右に行けってことかな。ね、こっちでいいと思うんですよ。そしてまあこのパワーブロックでブロックが壊れて、これさっきと一緒みたいな。おーおーおおおい今度そっちかよ。まだねまだ中間ポイントも行ってないで、やばい、これは難しいですよこのコースは。よし、それじゃあ次はここだったね。ここにいればよかったよね。さて、あーやっぱここだ、オッケー。でかぶって上に行く。多分これで合ってる、合ってない、あー合ってた合ってた、よかった。これで中間ポイントゲットでしょきっと。いや、ちょっと、ちょっと待ってマジで今んとこわからん。どうやって行けばいいんだ。ここですよ、ここ。どうすればいいの。あ、何もしないでいいのか。オッケー、よし、これ次こそ中間ポイント。やった、中間ポイントきた。何このロボットみたいな、めっちゃ可愛いんだけどよし、それじゃあ次に行きますか。やった、やっと中間ポイントか。でこれは、え、ちょっと待って、やばい、やられる。お、あー、ちょっと、まあ別にいいもん、中間ポイント取ったし、全然別にいいもんね。ここでトゲコーラを遊ばせておいてね、何もしないでおくみたいな。よし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 。で、あー待って、キノコ取らないけんかったっぽい。うわ絶対そうだ、うわ絶対そうじゃん。うわやっぱりか。それじゃあこのプクプクがね通った後に速攻で上に行って、キノコー。プクプクが出た後じゃないんだ、プクプクが出る前にすぐ上に行かないけんっぽいね絶対そんな単純なことに気づかないなんてな。ここ、よし、ここでね待っとけばよかったのか。で一回ねこの鉄球に当たって上に入る。オッケー。そして今度はどうすればいいんでしょう。危な、え、なんだこれ。これ赤の土管に入るんだったらこんな感じね。あ、そっちそっち、あ、こっちでいいのね。これもうどうしようもなくない、赤の土管。うわ入れない、パワーブロック投げたらねすぐ右に行かないけんかったっぽいね。よし、オッケー。そして次の場面でこれはまあオンオフしないといけないから本当にこれ本当にオンオフしなきゃいけない、これめっちゃ怪しいよね。これね、下に行こう、下に行こう、こっちが正解です。いつも2択で間違えるんだよな。
なんで確率2分の1だよ。もうそこはね、綺麗にスパッとね、かっこよくね、正解したいんですけど、いつもね、二択のとこ間違えるんですよ。運が悪いのか、まあ動画的に運がいいのか、どっちなんだろうね。これはね、まあ下しか行けないもんね。でも下に行ってパワーブロッカー壊れた瞬間、こっちか、オッケー、これで合ってるよね。よし、次の場面に来た。そしてまあドア入るしかないよね。これ下行ったら絶対死ぬやつじゃん。ドア入ってみよう。そしたら、え、これあれ、ここね、入って速攻右に行ってキノコ取るんだったっけ。あー、ダメか、これ下に降りるしかないじゃん。じゃあ、おー、降りてよかったよかった。そしてここ右に行ってね、うん、ここのブロック壊して左に行くと、まあこれで合ってるでしょう。ここはよし、来た、中間ポイント、やった。え、なんか怪しいぞこれ。なんもないか。でこれは右に行ってパワーブロック壊れる。そしたら、あ、この土管に入るしかないよね。うん、ここに入るしかない。で今度はこれ一応動かないでおこうか、動かないでおいて、これはどうすればいいんだろう。なるほど、このチョロップを移動させろってことか。頑張れチョロップ。で左に行くんでしょきっと。チョロップのね、頭に乗ってるブラックパックを、あの左のボム兵に当てろってことじゃないかな。多分そうだと思うんですけど、え、どうなったの、え、今どうなったの。まあいいや、おー、よかった、びっくりしたでこれは、どっちだろう、どこどこ、これは扉でいいのかな。あれ、さっき中間ポイント取ったくない、なんでこっからになってんの。え、さっきの中間ポイントじゃなかったみたいな。いや、そんなことはないよね、絶対中間ポイントだったね。それじゃあね、キノコを取ってもう一回この土管に入って、お、なんか次こっからになってるね。この土管も入れないのか、土管入れないんですよ。もうこの扉しかないもんね。ちょっと左から行ってみよっか。お、左行ける左行けんじゃん。なんだ、そういうことか。そしてこれはまあ右行って、まあ普通にドカーンでいいよね。そしたら次は、次はどうすればいいんだろう。あ、このまんま扉に入れば、いやいやいやあの砲台のタイミング良すぎ。じゃあここの土管に入ったらね、すぐ右に行けってことだねきっと。よし、それじゃあすぐ右に行きましょう。そして今度はまあこれも右だね。うおりゃ、ここでパワーブロック、あ、持てるのか。よしよしよし、持ってこれ上のブラックパックを倒そう。オッケー。そして次はファイヤーボールを取って、まあこのコインでしょきっと。さっきの場面はね、パワーブロックを使って右に行ったらね、もう詰みだと思うんですよ。だからこのパワーブロックを使ってブラックパックを倒さないで他のやり方があると思うんですよね。ここに落とすみたいな、そうっぽくない？行け！おお、来た来た来たやった、よっしゃ、これで氷を溶かして土管を渡れます。そしたら次は、まあこれは普通に倒すだけでいいよね。ね、一匹ずつ倒そう、何があるかわからないからね。よし、オッケー。そして鍵を使ってゴールかな、そろそろゴールでいいと思うんですよいやー、はいって書いてるで、ゴールかな。この針を渡ろっか、この針を渡ってって、うわ、まだなんかあるっぽいな、どうしよう。これは普通に、うわ、え、ビビっためっちゃ、バカにされてるえ、
さて来ました、カロンの甲羅入手作戦。これはね、右に行った瞬間すぐ左、よし、オッケー、よっしゃやった、これでドアに入れる。で次はそろそろもうゴールあってもいいと思うんだけど、これは、まあ、普通にオンオフするしかないか。え、これ無理じゃない？これ無理じゃない？あ、わかった、これでファウをねどっかやっておいてカロンのゴールで入るっていうことか。で、これゴールじゃない？え、ゴールっぽい、やったやったぜいやー嬉しい。いやー1時間ぐらいかかった。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。